では私はこちらの商品を作っていきたいと思います。チョコタルトです。この企画をね、依頼された時に、まあ、一番簡単なやつにしてきますんでみたいな形で、なんかそこまでは思ってないです、思ってないですが、料理できないでしょみたいに、ね、言われてきるわけですよ。私はまあ料理はしません。平日なんかは部署の人たちと夜は飲みに行ってしまうので、家でご飯を食べるってことはあんまりないんです。料理ができない私でも、まあ、果たして作れるのかっていうところをお届けしたいかなと思います。まあ、説明書きは、まあ、1回だけ読んで1回だけの記憶で作ってみたいかなと思います。まあ多分大丈夫でしょう。キッチンレッツゴー。はい、じゃあ作っていきたいと思います。これね、じゃあ今から1回だけ説明書読ませてもらいます。ハート型のタルトに溶かしたチョコを流し入れ、ナッツとクランチをトッピングする手軽なチョコタルトのセットです。タルトを焼く工程などなく簡単に作れます。焼かない、焼かないなら作れるかもしれない。自分で用意する材料は約60度のお湯適量、使用する道具、冷蔵庫、フライパン、フライパン、ボウル、第1個、小1個、どうなった、スプーン。作り方、フライパンでミックスナッツを弱火で煎ります。いきなりこうなんだ。ナッツいらないよね普通に。香ばしい香りがしたら火を止めます。焦げないように注意しましょう。別にナッツいらなくてもいいよな。ボウル小にチョコレートコーティングを入れ、約60度の湯煎にかけます。めっちゃ簡単だから多分できます。じゃあ早速作っていきたいと思います。全部のセットが入ってるからチョコレートを買う必要もないらしいですね。トッピングも入ってる。まずナッツ、チョコ、ハート型になってるタルト。ん？これなんだっけ。まあでも1回しか読まないって決めたんでね、これはもうポンってやる。じゃあ作っていきたいと思います。フライパンで煎るって言ってました。ここまでこだわる必要ある？一応じゃあやりましょう。久々の火。アーモンドを弱火で煎るって書いてありましたね。香ばしい匂いがしたらって言ってましたね。誰か撮影者を連れてくればよかった。この動画を編集している辻原さん、キーから来てくれればいいな。あ、でもなんか焦げてる。焦げてきたけど香ばしい匂いはしない。なんか分かんないからとりあえず当てます。はい。お湯を沸かす。お湯沸かしてるんだけど60度って分かりますね。温度測るのないもんね普通ね。多分60度ぐらいになったと思います。じゃあチョコレートを湯煎して溶かしていきます。わ、全部か。ってあるじゃないですか。まあなんかこう暗黙の了解でなんかみんなあげるみたいなの、なんかよくありますよね。なんかそういう義務的な会社でのチョコはやめましょうみたいな。結構いいと思いますけどね。うちの会社も、まあ、私は人事部ですけど、男性が結構少ないので8人ぐらいしかいないのかな。で女性が全国で40人ぐらいいるんですけど、ホワイトデーめちゃくちゃ大変ですよね。なんかここまで金額とか決めた方がきっといいでしょう。説明書一回読んだだけでも全然大丈夫だな。お湯沸かせれば全然余裕です。はい、溶けました。この型に入れてくる感じになります。かわいい。
流し入れていきます。できた。トッピングをしていきたいと思います。といってもこの謎の白いやつとあとさっき言ったナッツ、まあでもこれ子供とかやったら楽しいかも。あー沈む、やば、トッピングが微妙すぎた。まあでもとりあえずこれで冷蔵庫にインします。完成しました。じゃーん、あー上のやつがここでギリギリ、まあでもこんな感じ。はーい、まあまあじゃないですか。まあ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 です。じゃあラッピングをしていきたいと思います。まあラッピングはこんなやつなので、まあ、簡単になってますね。メッセージカードとかね入れてもいいかも。これハートインハートにしました。でも周りにチョコがついてるの、この不器用さを表している。さっきチョコレートの溶かすときに話したこと話しますけど、会社でバレンタインってどうなのっていう話なんですけど、確かに1人ずつに渡すと大変だし、かといってなんか割り勘っていうのも、もう割り勘さえも嫌だっていう人いるじゃないですか。もうそれはもうしょうがないと思うので、仕事を決める時とか会社を決める時に、そういうイベントごととかどうですかっていう風に人事の人に聞いた方がいいと思います。嫌いな人は嫌いだし、それはそれでいいと思います。ただまあうちの会社は結構楽しんでそういうイベントをやる会社ではありますね。普段会社と家の往復だけでつまんないなとか、なんかそういう生活嫌だなみたいな方っていうのは、結構ワイズはイベントごとも本気でやりますし、まあ、こういうのも企画にするぐらいなので結構楽しいと思います。できましたので食べてみたいと思います。いただきます。食べます。うん、というわけで、料理ができない私でもこんな素敵なバレンタインチョコが作れちゃいました。で、一応今回は対決なので、まあなんか料理できない分ちょっとハンデっていうかね、いただきたいなとは思いますけども、まあでもキットによるのかな、どうなんでしょうね。ぜひ私に一票お願いします。